アメリカ海兵隊の素足気球素足気球もしくは防空気球とは金属のケーブルで係留された気球で飛行機による低空からの攻撃を防ぐために使用される。敵機を確実に破壊するため少量の爆発物をつけたものもあった。通常、素足気球は低空飛行する飛行機に対してのみ使用される。あまり高度を上げるとケーブルの重さが 実用性を損なうからである。ノルマンディ上陸作戦中に荷下ろしをする戦団。粗速気球に注目。1938年、都市や用地を守るためにブリティッシュバルーンコマンドが創設された。粗速気球は5000フィート以下の高度にある急降下爆撃機をより高くへ、つまり降射砲下の集中する高度まで追い上げるよう設置される。降射砲は 低空を高速度で飛ぶ飛行機を補足するほど素早く動かすことができないからである。1940年代の半ばまでには1400の素速気球が作られ、そのうち3分の1以上はロンドン周辺に置かれた。急降下爆撃機はゲルニカやロッテルダムでの例が証明するように無防備な目標に対しては極めて効果的である。しかしその一方、戦闘機の攻撃には 非常に弱く、イギリス空軍が効果的な対策を取ったために、ドイツによるイギリスへの急降下爆撃はすぐに中止された。素速気球は、急降下爆撃機にとって変わった航空を飛ぶ爆撃機に対してはあまり役に立たないことが証明されたが、1944年に3000個近くになるまで製造は続けられた。これらの素速気球は、 V1 飛行爆弾に対しても多少の成果を上げた。公式記録では231機の V1 が粗速気球によって破壊されたことになっている。多くの爆撃機が粗速気球のケーブルを切るための機構を備えていた。イギリスは莫大な数の粗速気球を使ったので、ドイツはケーブル切断装置を最高の水準まで発達させたのである。これらの機構は 主翼前縁に取り付ける C 形状をした小さな装置で成り立っていた。翼に触れて滑っていくケーブルがこの装置に触れたとき、これは小型の爆薬を撃破させ、ブレードを動かしてケーブルを切る。ドイツ側が幾度か素速気球を使用したため、イギリス製の爆撃機もケーブルカッターを装備していた。イギリスでは気球に2点の工夫を加えた。ダブルパラシュートリンクと、 ダブルパラシュート、リッピングである。前者は敵爆撃機がケーブルに引っかかった際の衝撃で撃破し、その部位のケーブルは爆発によって完全に切り離される。ただし、このケーブルには両端にパラシュートが装着されている。このケーブルの重量とパラシュートの抵抗によって航空機を墜落させる。後者はもし気球が偶発的に解放されてしまった。 際の気球の保全を目的としていた。重い経流ケーブルは、気球から分離され、パラシュートに吊り下がって地面へと降りる。また同時に、気球からはパネルがむしり取られ、気球がしぼんで地上へと一人でに落ちてくることとなる。ソビエト連邦では、クレムリンを空襲から守るため、モスクワ市内の3カ所に300を超える素足気球が、設置された。ロシアビンド、 日本語版によると、気球の高さはロンドンなどに比べてはるかに高い4000メートルであったという。イタリア軍はタラント軍港の防備のために素足気球を配置していたが、航空母艦から発進したイギリス海軍機は、低高度からの来撃を行ったためタラント空襲を防ぐことができず、停泊艦艇に多大な被害を受けた。日本では太平洋戦争初期に、 本土で使用されたほか、1945年にイギリス軍が当時日本の占領下にあったパレンバン、油田、西油所などに対していったメリディアン作戦ではイギリス軍の戦闘機2機が日本軍が設営した粗速気球に引っかかり撃墜されたことが確認されている。粗速気球にはその価値以上の難点もあった。1942年にカナダ軍とアメリカ軍は 両国の国境にあるセントマリー側の高門と水路を予測されうる攻撃から守る共同作戦を始めた。同年8月と9月の激しい嵐の間、素速気球の一部が失われ、その軽流用ケーブルが送電線をショートさせて工業と製造業に深刻な被害をもたらした。特に戦時に重要である金属の生産が打撃を受けた。 カナダの軍事資料にはこの出来事が極めて深刻なことに10月事故による損失は鋼鉄が400トンと鉄合金が10トンだと見積もられていると記録されている。これらの事故の後、当機には粗速気球を収納し空襲警報が出た時にのみ待機していた展開班が粗速気球を展開するという新たな手順が導入された。 エアースペースパワーチャーナルリリーブドン2007年4月16日ビフォーアフター第二次大戦時と現在のモスクワの街路ロシアビヨンド日本語版2021年5月7日閲覧ありがとうございます